ちょっと疲れてしまったその心に癒しとパワーをお届けいたします。励まし系シンガーソングライターややです。今週も始まりました、ややの365日消えない灯台。この番組は辛いこと、悲しいこと、もちろん嬉しいこともたくさん共有して、たわいもない会話をしながらつながりを感じようという番組です。子供から大人までいくつになっても人は寂しがり屋だから、誰かに聞いてほしいんじゃないかな。365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。話したくなったらいつでもメッセージお待ちしています。さて、本日は11月25日ということで、もうね、11月も終わり、もう来週は12月ですよ。だというのに、今日この11月25日の回を収録しているのは11月7日なんですね。11月7日と言っても、もう11月ですよ。もう冬じゃないですか。冬のはずなんです。今日めちゃくちゃ暑いんですよ。なんとなんと東京都心で 27.5 度を記録。これはね、11月の観測史上100年ぶりに更新したそうですよ。最高気温をね、 27.5 度よ、11月7日で。なんて暑いの、これ何、真夏日とかそういうやつじゃないですか。もう夏の気温ですよね。20何度ぐらいはもしかしたらね、ちょっと暖かいね、過ごしやすいねっていうぐらいの、11月でもね、今までもあったのかもですけど、11月7日でこの気温、今日ね本当に暑くて、家の中ではもう半袖で過ごしてたし、今もこのスタジオね、あの冷房をつけてます。冷房つけないともう本当に暑いぐらい、そんな日に収録してます。この放送日である11月25日、東京は、そして沖縄はどうなってるんでしょうかね。気温ね、少しは涼しくなってるんでしょうか。私は、まあ、暑いのも涼しいのも、まあどっちもいいんですけど、好きなんですけど、やっぱ日本っていうのはさ、この四季があるのがやっぱ良さじゃないですか。暑い時は暑くて、この夏のね良さっていうのももちろんあるし、海に入ったりとかね、こう汗をかくのもすごく素敵だし、まあ冬は冬で、なんか空気が澄んでる感じというか、あと私は冬のファッションが結構好きなんですけれども、まあファッションの楽しみもあるし、冬は冬らしいこの街のなんかこう、イルミネーションだったりとかさ、この四季を楽しむっていうのがなんかやっぱ日本のいいところだと思うので、まあ、11月は11月らしい気温になってくれたらいいのになっていうふうには思います。さて今日はどんな気温なんでしょうかね。ということでオープニングはこの辺にしたいなと思います。まあね、その季節外れの暑さだったり寒さだったりっていうのはね、体調も壊しやすいかなと思うので、皆さん体調には気をつけてください。この後トークテーマでその話をしたいなと思います。ややの365日消えない灯台。365灯台。さあ、ここからはトークテーマに基づいてお話ししていきましょう。今ね、まあ今年は本当に今日もね、季節外れの暑さだったりするので、まあいつも通りに流行が来るのかわからないんですけど、本来は、まあ、11月後半あたりってインフルエンザ流行のシーズンなんですよね。これぐらいから流行って真冬にかけてね、あの学校がさ、インフルエンザ多くて学校閉鎖になったりとかさ、そういうね、あのシーズンがね、あの来るかなと思うんですけれども、まあ、それに基づいてですよ。はい、そんなまあ流行り病、流行病にかからないように皆さんが普段から気をつけてることなんですかということでね、メッセージを送っていただきました。ちなみに私は結構風邪は引きやすいんですけど、インフルエンザにかかった記憶がないんですよ。そしてあの受験とかもね、大学受験とかもしましたけど、受験の時で結構インフルエンザワクチン皆さん打つじゃないですか。ワクチンを打った記憶もないんですよ。インフルエンザに関しては生まれつきの、あのなんていうの、抗体思ってるのかなって勝手に思ってます。一回ぐらいインフルエンザにちょっとかかってみたいなっていう気もしてますかかったことないんですが、まあ皆さんね、あのインフルエンザかかるとやっぱ高熱が出てね、辛いっていう話を聞くので、まあ、ならないに越したことはないですよね。皆さん普段どんなことね、気をつけてますかということで、いただきましたね、メッセージをね、読んでいきたいなと思います。まあ、これからの季節にね、役立てていけたらなって思います。じゃあ、のんちゃんからいただいたのを読みましょう。
ペアちゃん、皆さん、こんにちは。私は毎日熊本養蜂園から送られてきたプロポリスドリンクを飲んでいます。いつもクーラーを効かせる時期に風邪を吹きやすかったのですが、5年前に飲み始めましたが風邪ひかなくなりました。免疫力が上がったかな、試してみてくださいと。私も差し入れでこのねプロポリスドリンクいただいたことがあるので何回か飲みましたけれども、普通に美味しいですもんねこれね。なるほどね、プロポリスドリンク、やっぱそういうなんか健康ドリンクみたいのね、皆さんそれぞれね、これを飲んどくと風邪ひかないよとか元気になるよっていうのがあると思うんですけれども、このプロポリスドリンク私もおすすめ。味も美味しいし、本当にその日飲んだ一日元気な感じがしますね。そしてプロポリスって蜂蜜でしょ。私は結構喉にもいい、半分薬のように使ってるマヌカハニー、これは欠かさないんですけど、ちょっと疲れたなという時とか、喉ちょっとだけなんか痛いなとか、冬になるとさ、朝起きた時に乾燥でさ、なんか喉痛い気がするって時結構あるじゃないですか。マヌカハニーをね、スプーン一杯舐めます。それだけでも多分結構いいんじゃないかなって私は思ってます。あとはお湯に溶かしたりとか、あと漢方と一緒に溶かして飲んだりするんですけど、マヌカハニーはねおすすめですね。お次何にしようかな。ササさんからいただきました。インフルエンザの季節ですね。ヘアちゃん同様かかった覚えがありません。正確にはかかったことを覚えていないのかもしれませんが、予防はよく体を動かして、よく笑って、美味しいものを食べて、いい音楽を聴いて過ごすでしょうかねといただいておりますね。いや、それが一番。もちろんね、何か健康なものをね摂取するのも大事だけれども、よく体を動かすこと、笑うこと大事だね。そして体にいいものもそうなんだけど、自分が美味しいと思うね、自分のテンションが上がる美味しいものを食べること、そしていい音楽を聴いて過ごす。いい音楽とはこれはきっとややの曲ってことかなそうかな。ありがとうございます。いっぱいややの音楽も聴いて健康になってくださいではお次です。おとちゃんからいただきました。予防接種、そして手洗いうがいですかね。あと近所の外出は30分以内、それ以外の外出時は空気のきれいな時間帯、映画館など、それから朝や夕方の通勤通学時間帯を避けたり、人が少ない時間での行動を心がけてます。あと今はマスク着用は個人の判断ですが、変わらずマスク着用は欠かせません。そして睡眠をたくさんとることですかね。またこれは人によって共感できるかわからないですが、風邪かなって思う症状が出る前に市販薬の風邪薬を飲み予防してます。早めのパブロンっていう風にねいただきました。まずは人混みを避ける、これはそうですね。私も人混みは、人混み得意な人いないかもしれないね、あまり得意じゃないので、大事なライブがある時の前とかはなるべく、もっと渋谷とか新宿とかね、人が多いところではなるべく行かないようにはしてるし、電車もね、この通勤の時間帯とかをなるべく避けるようにっていうのは私も心がけてます。マスク着用を欠かせませんと言ってましたけれども、そうだね、私はそんなにマスク着用を絶対しなきゃいけないとも思ってないんだけど、コロナのこともあって結構その電車乗ってもマスクをしてる方が多いじゃないですか。なんか誰もマスクをしてない状況よりもなんかみんな当たり前のようにこうマスクをしている人がこうたくさんいるっていうこの状況はなんか安心感があるなっていうふうには思うし、ちょっとでもこう咳とかがちょっと出ちゃってるとかいう症状があるときは、なんとなくねこうマナーみたいな感じになってるじゃないですか、マスクをするのが、一般的になってる。だから結構このコロナが流行る前とかはこうマスクをしてる人ってそんなにいなかったでしょ、冬でも。だから逆に自分がその大事なライブの前とかにマスクをしてるとちょっと目立ってたような感覚があったの、周りしてないなっていう。でも今はマスクをしてない方がまだ目立つというか、電車の中は特にねみんなしてるからしやすくなったなっていうのはすごくなんか環境的にはねなんか良くなったなっていう感じは私はしてます。それから早めのパブロン、これね大事ですねパブロンに限らなくていいと思うんですけど、これわかります。私もなんか風邪
まで行かなくてもなんかちょっとぼーっとするなとかさ、なんかちょっと喉イガイガするなみたいな、この風邪の引き始めかなみたいな症状の時あるじゃないですか。風邪じゃないかもしれないんだけどね、そういう時はね、まあもう早めに風邪薬とか葛根湯とかじゃない、結構その漢方とか私はよく飲むんですけれども、そういうものをちょっとやばいなってまたすぐ飲むようにはしてます。漢方は結構飲むかな、あの喉の漢方とか鼻の漢方とか、まあ、その時の症状によっては変えてるんですけど、漢方よく飲んでますね。さあお次はモニカ V3 さんからいただきました。規則正しい生活習慣、睡眠時間は5時間と短い方かもですが、しっかり睡眠を心がけてます。大事です、睡眠はね。そうだね、体内時計が働いているのか、夜0時になると充電が切れたように眠くなり、朝5時にはきっちり目が覚めます。あとはまだまだコロナとインフルエンザ感染が怖いので、人混みではマスク着用ですね。まあね、マスク着用やっぱりね、まあ、できる方はした方がね、予防にはもちろんありますよね。それから睡眠、睡眠一番大事です。私もやばいな、なんかやばいなと思ったらもうめちゃくちゃ寝ます。とりあえず寝れる時はだけどね、寝るようにしてます。大事だと思います。お次、ビラードさんからいただきました。こんにちは。インフルエンザなどのウイルスに負けないように、睡眠過去休むことと食事過去栄養には気をつけているかな。あとは気持ちも大事、前向きに楽しめることを予定に入れておくこと。例えばややさんのイベントに行く予定を入れていたら風邪なんて引けないですよね。そうよ、はい。そしてイベントではややの子さんたちに会えるのも楽しみです。あ、ということはややさんのイベントへ行くことは予防接種を受けに行くことと一緒かな。こっちの方が痛くないし楽しいからおすすめといただいております。ありがとうございます。やっぱりね、気持ち大事です。さっきね、笑うことも大事っていう風に言ってたけど、気持ち、病は気からって私本当だと思います。だからとにかく笑うこと、楽しいね、出来事たくさん入れること、なんかちょっとね落ち込んでたりするとやっぱり免疫力も下がって風邪も引きやすくなる、こうウイルスもこうなんか入りやすくなっちゃうんじゃないかなって思うんです。やっぱ気持ち本当に大事だと思います。だから私ややのイベントに皆さんね、こう予防接種に行くような感覚でね、定期的に来ていただいて、はい、楽しいエネルギーをね、いっぱいね、吸収して行ってください。これ一番の栄養ですからね、大事です。私頑張って皆さんにパワーとか笑顔とかいっぱい送れるように頑張りますから。ぜひぜひ私ややのライブに来てね、いっぱいいろんなものを吸収して入ってください。よろしくお願いいたします。はい、そしてお次のメッセージはメールでね、いただきましたね。これかな、下町の靴屋さんからいただきました。流行り病にかからないように日頃から気をつけていること。私はちょっと無理をして疲れが取れないとか免疫力が下がったと感じたら早めにかかりつけ医へ直行します。やっぱ早めに行くのは大事ですね、何事もね。そしてニンニク注射を打ってもらい体力を回復させます。決してあのニンニクをすりおろして注射するのではなく、ビタミン B1、ビタミン C、肝機能改善薬が入った注射で病状を改善します。静脈注射ですが細い針を使っており、さほど苦痛ではありません。もう10年以上通っているかな。ただこの注射は保険が使えず自由診療なので多少出費が辛いけど効果があります。インフルの予防注射も何年も前から毎年接種しており、今年も10月には終わりました。今のところインフルも昨今話題の流行り病にもかからず元気に過ごしています。あと風邪や花粉の季節には鼻うがいも効果があると聞いて、鼻に水を入れるのは痛そうなので初めは抵抗がありましたが、試してみたら鼻風邪の予防にもなっているようで調子がいいです。痛くないですよ。水道水ではなく小林製薬の花の輪という商品を使います。ちなみに私は薬屋の回し者ではありません。ではまたねーといただいておりますね。ありがとうございます。ラジオネーム下町の靴屋さんからいただきました。このニンニク注射ってやつさ、すごい気になってるんですよ。私打ったことなくて、やっぱ効くんですかね。これね、私の事務所の先輩もちょっと体力的にね疲れてる時とかニンニク注射打ちに行くって言ってたんで、
そうなんですねって話をしててすごく興味があって、これどこでも打ってくれるんですか、普通の 内科とかに行けばいいのかな、ニンニク注射打ちたいですというかは言えば打ってくれるんですかね。私打ったことがないので、どうやってあの打ちに行けばいいのかが分からなくて、あと多少出費が辛いっておっしゃってましたけど、どれくらいなんだろう出費、ちょっと詳しい方を個人的に教えてください。やっぱね、大事なライブがある前の時とかね、ニンニク注射打っときたいですよね、これね。やっぱね、こういう仕事をしてると本当になんか健康っていうのが大事なので、ちょっとでも風邪をひくとやっぱ思うように歌えなかったりとか悔しい思いをするので、こうやっぱね万全の状態で歌を届けたいし、なので本当あの体調にはね気をつけなきゃなと思っております。ニンニク注射ちょっと打ちに行きたいな。あと鼻うがいもね、鼻のはね使うのね教えていただきました、ありがとうございます。これもちょっとねちゃんとチェックしておきます。鼻うがいやってみたいと思います。じゃあ最後のメッセージですね、勝人さんからいただきました。こんにちは。もうインフルエンザの時期なんですね。以前子供たちのいる人との接点が多かった時はよくもらっちゃってました。予防接種し忘れの時は熱が高くて体がだるく、そして痛くて大変でした。今は予防接種、うがい、手洗い、マスク、そしてみかんこれ大事って書いてあります。これみかんをするようにしてます。みかん食べるってこと、ビタミン C を取るってことですかね、これね。でも気をつけててももらっちゃうときはもらっちゃいますけどね。予防接種していると症状が、軽かったかな。皆さんもお気をつけてくださいねというふうにいただきました。ありがとうございます。みかん大事っていうふうにまあフルーツかな、やっぱビタミン C をたくさん取るのは、なんとなくだけど体にもいいだろうし、まあ、風邪とかの予防につながる気がしますね。みかんね、実家にいた頃とかはいつもみかんは常備されていたような気がする。私みかん大好きだったんで、まあ、今も好きですけど、でも一人暮らしとか始めるようになってからあんまりみかんって食べなくなったかもしれないね。みかんやっぱ大事だよね。じゃあぜひライブの差し入れとかでもみかん多分私喜ぶと思いますからこの前さ KHY の練習の時にね、ひとみさんにね何買ってきてほしいですか、何かありますかって私が後から言った時があったんで、言ったらねみかん買ってきてって言われてスーパーでみかん買って、まあ、差し入れって持ってたんですけど、みんなでKHY の練習しながらみかん食べましたそれをふと思い出しました。みかんね、今年インフルにかからないようにいっぱい食べようと思います。たくさんメッセージありがとうございます。ではね、ここで一曲楽曲を紹介したいんですけれども、先週いただいたメッセージの中にあなたでよかった、私ややのあなたでよかったを聞きながら、まあ、涙が出てきたっていうねメッセージがあったの、それがすっごく嬉しかったので、ちょっと久々にこの曲、最近ライブであんまり歌ってなかったね、歌いたいと思います。ややのあなたでよかった、ぜひお聴きください。ややであなたでよかった、聞いていただきました。さあこれからねインフルエンザ流行ってくるねシーズンになるかなと思うんですけれども、皆さんからねいろいろこんなことに気をつけてるよっていうアドバイスをねたくさんいただいたのでね、なんだっけ、手洗いうがい、マスク、人混みは避ける、なんだっけ、早めの風邪薬、ニンニク注射、鼻うがい、プロポリスドリンク、あと何、みかんみかんこれ大事、はい、いろいろね気をつけながら過ごしたいと思います。皆さんもねぜひぜひ体調にはお気をつけください。第30回目の放送となりました。ややの365日消えない灯台、いかがでしたでしょうか。この番組では皆さんよりメッセージを募集しております。ツイッターにてハッシュタグ365灯台、365は数字、そして灯台は漢字ですをつけてつぶやいてください。長文でお送りしたい方はメールでも受け付けています。数字で365、ローマ字で TODAI、365灯台@gmail.com、 こちらまでお願いいたします。ここはあなたが話したいことを話す場所、言いたいことを吐き出す場所にしたっていい、喜びを分かち合う場所にも、寂しさを紛らわす場所にも、今日あった楽しい出来事、イラッとしたこと、
悲しかったこと、何でも教えてください。365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。この番組は一般社団法人調整楽沖縄、一般社団法人調整楽和歌山、株式会社ネクストイノベーション、株式会社サーティーフォーファーム、ドリーム株式会社の提供でお送りいたしました。エンディングはヤヤのメジャーデビューシングルギフトです。それではまた来週、あなたとお話しできるのを楽しみにしています。お相手はヤヤでした。またね、バイバイ、ありがとうございます。